はい、どうもことです。今日はね、クリープハイプの愛の点滅の解説をしていきます。チューニングはレギュラーチューニングです。で、BPM が136です。はい、じゃあ早速やっていきます。はい、じゃあまずコード、バッキングパートからやっていきます。この左上、右上かなにコードネーム出すんで、もうちょっとサクッといきます。はい、で A メロがバッキングないんで、次 B メロいきます。はい、次はサビいきます。はい、じゃあ次リードパートやっていきます。はい、じゃあここの部分ゆっくりやっていきます。じゃあ次 A メロをやっていきます。次 B メロのリードパートやっていきます。はい、じゃあここも、ゆっくりやっていきます。はい、じゃあ次サビいきます。はい、じゃあここの部分も、ゆっくりやっていきます。はい、じゃあ今回は以上です。でまたね、この曲もMV が1番で終わるんで、ショート MV みたいな感じなんで、
またフルバージョンが出たらやっていくと思うんですけど、ちょっとね、いろいろ過去のやつでもやってないやつがいっぱいあるんで、まあやっていけたらいいんですけど、まあちょっとめんどくさ。はい。じゃあまあそんな感じでまた定期的にやっていくんで、よかったらチャンネル登録お願いします。あと下の概要欄にSNS の URL 貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。ではまた。